皆さんこんにちは、じゅんこです。今日はアメリカのドラッグストアコスメ、その中でもプチプラとして有名なウェット&ワイルドさん、そちらの商品を使ってメイクをしていきたいと思います。今日試すファンデーションは2種類あります。こちらのクッションファンデーション、そしてこちらスティックタイプのファンデーションですね。顔半分ずつ試していこうと思ったんですけど、今日はこちらを先に塗ってカバー力を足したいところにスティックの方を使ってみようかなと思います。ウェット&ワイルドさんのファンデーションですね、夏にレビューをしているんですが、こちらになります。こちらのタイプでデューイーフィニッシュといってで、ツヤ感を足したものが最近また出ました。そしてそちらの方もかなり評判がいいんですね。で、試してみたいんですけど、夏に試したこちらのタイプですね、悪くはなかったんですけど、自分に合った色が見つけられなかったんですね。ですので2色を混ぜて使うんですけど、その調合がですねちょっと面倒くさくて使っていなかったという感じです。ツヤ感を足したデューイータイプの方ですね、色の方がもし増えているようでしたら購入して試してみようかなと思います。まずはクッションファンデーションの方ですね、こんな感じです。購入した色がクリームアイボリーという色です。お値段は確か6ドルぐらいですね。日本円で言うとまあ600円から700円ぐらいだと思うんですけど、値段的には文句なしです。こんな感じでシールドしてあるので、こちらを剥がしてみます。こちらの方ですね、ステッカーを剥がすと鏡になります。なんですが、ちょっとこの撮影の時には多分これぐらい曇ってる方がお見せしやすいので、このままにしときます。黒のスポンジがついてます。アイボリーと書いてあったので、やはりちょっとニュートラル系ですね。個人的にはクッションファンデーション大好きなんですね。大好きなんですけど、ファンデーションのレビューをしてると他のものも使えますよね。そうするとクッションタイプのものはですね、やはり密封がきちんとできないので、シアトルだとすぐ乾燥してしまうんですね。なのでクッションファンデーションの寿命がすごく短いんですね。今は結構クッションファンデの方は使わないですね。ただ使いやすさとかはやっぱり簡単ですもんね。トントントンとこうやってるだけでこのカバー力ですもん。はい、今クッションファンデの方をつけてみました。こちらの方かなりのカバー力ですね。色の方がですね、この色が私には一番近いんですけど、ニュートラル系ですね。なので少しピンクっぽいです。酸化をしないでこのまま定着すればいいんですけど、酸化した場合はオレンジ味が出てきてしまうと嫌だなという感じです。様子を見てみたいと思います。スティックファンデーションの方はこちら、ソフトベージュ。こちらはですね、ウォームトーン、黄色みが強いので多分大丈夫だと思います。すでにカバーの方は結構シミ、この大きなもう多分絶対無理なんですけど、この辺の小さいものは完全にカバーしてある感じです。ですのでこのスティックの方はですね、 T ゾーン、そしてこのカバーの星、シンデレラゾーンですね、三角形、この部分に入れて見ようかなと思います。スティックの方はですね、さらにカバリッジの方が出される感じです。今日はこちらロージーローザさんのマシュマロパフですね、こちらを使っ
って油分の方を少し落ち着かせたいと思います。ふわふわです。めちゃくちゃ気持ちいいですね。お肌に優しいっていう感じです。眉とまつげですね、終わりました。次はアイシャドウです。2つあります。今日はこちらのローズインザエア、こちらを試してみたいと思います。こちらとこちらですね、トラジションカラーと書いてあります。決まりというものは特にないんですが、このトラジションカラーというのは大体がマットですね。そして暗めではなくて肌よりワントーンくらい、そういう色を選んで少しここに彫りを入れるという感じですね。こちらを入れていきます。パウダーで押さえてからですね、アイシャドウをするべきだったんですが、そのまま色を今入れてしまったので結構がっつり入ってしまいました。粉飛びが心配な方はやはりチップで入れた方がいいと思います。ブラシでやってしまうとやはりこのように二重のところをなぞってそれを上にぼかしていく感じなんですけど、チップだと結構細く入ってですね、それをブラシでぼかしていく感じの方が私はやりやすいんですね。このまま直接ブラシで最初入れてしまうとやはり色が濃く入ってしまうので、結構その後ぼかすのが面倒ですよね。チップの場合はですね、この一重の人は自分が理想とする二重を描く感じで線を引いてもらって、私のようなこの二重の上の幅はいいんですけど下の幅が少しこう下がっている方は、二重のラインがですね同じ感じになるようにラインをたどって色を入れて、その後にですねブラシを使って上の方に少しこうぼかしていくというプロセスが、私は一番アイシャドウを簡単につけれる方法かなと思います。こちらのクリースブラシですね。で、この線の上の部分ですね、それを少しこうなじませて色がちょっと薄くなるようにブレンドさせます。こちらの方に色がたまらないようにやはりこのようにしてシャドウを取りながらまたやっていきます。次にこちらの色ですね、入れていくんですが、最初のこのトラジションカラーを入れた時に使った筆、こちらで入れていきます。トン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 という感じですね。で、この端のところに軽くのせます。それを少し斜めからですね内側の方に入れて、それをさらに横にずらすという感じにします。最初に入れたこのベージュよりも内側になるようにします。内側の方にも少し入れます。際からですね少し上に上げていただいて、こんな感じでくの字を書く感じですね。次にですねこちら、
この色をこのリップブラシなんですけど、こちらを目のこちら側はこのようにして細く入れて、横の幅ですね、ここの部分はこのようにして平らにして入れていきたいと思います。ここはですね、横に入れます。他は細くですね。こちらのブラシですね、この幅が私はこの理想の二重の幅にぴったりなんですね。なので色をこう取った時にこのままですね、横にこの斜めの部分にポンと入れて、それをこうずらすとこのような感じ、色が入ります。それをただ少し横にぼかすといった感じです。最後はですね、こちらの色、これを指で取って中心の部分に入れていきます。今入れたこの中心に入れたパール感とこの端の色がですね、ちょっとグラデーションになるようにこちらの筆で少しなじませていきます。こちらの筆ですね、何もつけていないものをもう一度ですね、この上の部分をさらにぼかしていきます。こちらのラインをすっきりさせたいなという方は、上のアイシャドウがですね終わった段階でコンシーラー、または私のように今回使ったこのようなスティックタイプのファンデーションなんですけど、こちらをこのようなブラシですね取っていただいて、それをこのような感じですって入れるとこういうふうになります。それをちょっと外側だけですね、なじむ感じにして入れるといいと思います。アイシャドウの方もそうなんですけど、利き手によってまたやり方が違うんですが、こちら側は私は今このようにして入れましたが、こちら側はですね、皮膚が動かないように押さえていただいて、上からシュッと下ろす感じですね。下のアイシャドウの方ですね、この際の方に入れたこのブラシをまた使うんですけど、色を一回取っていただいて、こちらの色ですね、これを下に塗って黒目の半分ぐらいまでですね。そしてこの内側の方はトッパーに使ったこのパールの色ですね、これを入れていきます。今日はすごくカバー力のあるファンデーションを使用しているので、少しこうシェーディングを入れた方がいいと思うんですね。なんですけどチークの方を入れたいと思います。こちらタルトさんのシマー&シェイク、こちらを入れていきます。色ががっつり入るので、やはり大きいブラシですねの方がいいです。最初の油分を割いたこちらのスポンジで少しだけですね、チークの方なじむようにちょっとだけ押さえます。私はですね、リップすごく乾燥するんですね。ほとんどのものがですね、ベースに塗ってで、その上からリップを塗ってもやはり時間が経つとベロッと皮むけをしてしまうんですね。
当たり前のことだと思っていたんですけど、ウェット&ワイルドさん発色も強いんですが皮むけの方がないんですね。この色です。あー、どうしようかな。お見せしますね。この色です。なんですが、ごめんなさい、今日目の方がかなりすごいメイクなので、こちらの色をつけてみようかなと思います。こちらの色がチークがリオという色なんですけど、こんな感じです。いやー、どうだろう、もう一色あったと思うんですよね。ちょっと待ってくださいね、チェックしていきましょうね。ありました、こちらの色です。サンドヌードという色です。こちらが私のお気に入りですね。こちらです。多分ですね、こちらの色はですね、こちらを買いに行ったつもりで多分こちら間違って買ったと思います。こちらの色をつけていきます。はい、完成しました。相変わらずもがっつりですよね。ファンデーションの方ですね、こちらクッションタイプの方はですね、やはり少ししっとりめですね。で、カバー力すごいです。ツヤ感も程よくあるので、やはり綺麗に仕上がります。ただクッションファンデーションの弱いところというのは化粧落ちが早いということなんですね。ただこちらの方ですね、韓国製のクッションファンデーションほどツヤ感というのはないです。ですのでツヤ感が出てしまうクッションファンデが苦手という方はこちらの方いいと思います。クッションファンデの方もカバー力すごいあります。それ以上にカバー力の方があったのがこちらのスティックタイプです。カバー力もあるんですが、どちらかというと普通のリキッドよりもしっとりするということで、ちょっと混合肌や脂性肌の方はスティックファンデーションを選ぶとき注意しないといけないんですけど、こちらはですねマットではないんですけど、先ほどのクッションよりはツヤ感はないです。どちらもカバー力もあるんですけど、持ちがいいのは多分こちらのスティックタイプかなと思います。やはりピタッとした感じはします。ただ今回ファンデーションレビューの方をするのでプライマーの方をつけていません。ですのでフルカバーのファンデーションをやはりつけてしまうと、私は少しここの毛穴が目立ってしまうんですね。なんですがこちらの方ですね、思っているよりも目立たないので、こちらを使う前にですね毛穴用のプライマーをつければさらに綺麗な肌に仕上がると思います。アイシャドウの方ですね、今回使った色、そしてもう一個の方もお値段の割に粉落ちの方は全くしません。そして発色も強いです。発色も強いんですけど色ムラが出る感じではなくって綺麗にぼかせたので、こちらの方はかなりおすすめです。今回試していないこちらの色も結構ナチュラル系なので、私のように無難な色が欲しいという方はこちらの色の方もおすすめです。後ろの方を見ていただくと、このように色番号ですねがついていて、さらにですねこの上の方にどのような組み合わせで使うといいかという感じで書いてあるので、アイシャドウの使い方がわからない方もですねこれを参考にしていただければいいと思います。親切ですよね。リップの方は3色のうちのこちらですね、今回つけた色、これがやはり私は一番好きです。アイメイクの方ですね、シンプルにですねパール系でラインをシュッとこう引いたような感じの時は多分このような暗い色もいいと思うんですね。
こちらはですね、私なんで買ったかちょっとわからないんですけど、ピンク系ですねは苦手な上にさらにこのようにちょっと白っぽいと私すごい顔になってしまうんですよね。多分怖いもの見たさで試すために買ったと思うので、また次の機会にこちらの方も試してみようと思います。今回使ったウェット&ワイルドさんのファンデーション、アイシャドウ、リップ、全体的に私はいい商品だなと思いました。日本もそうだと思うんですけど、プチプラといえどもかなりグレードの方は高くなっていると思います。メイベリンさんもロレアルさんもすごいんですが、さらにお値段の方が安いこちらのウェット&ワイルド、これらの商品もぜひ試していただきたい商品の一つです。ということで今日はアメリカのドラッグストアコスメウェット&ワイルドさんの商品を使ってメイクをしてみました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。